プリンが一番可愛いからね。ミッキー、はい僕ミッキー。このくだり2回2、3回やった気がするな、この人と。この人じゃあ2、3回やってるわ。お前待たせたな。お前ディズニーランド行ってこんなん出てきた、俺びっくりするぞ。俺ディズニーランド夢の国ってこんなんできたらどうする。ジャックスパロぐらいでいいんだよおっさんは。オビワンケノビとな、オビワンケノビとジャックスパロだけでいいんだよディズニーのおっさんは。しゅっ、えこれどう、えさすがにおしゃ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 悩んだ悩んだ結果ここは爆弾ある。プリンちゃん爆弾処理班、プリンちゃん爆弾処理犬って言われてるからね。警察犬みたいなもんだからね、プリンちゃん何でもできるからね。眠っ、ね、あーそれ死ぬねえ、おーおー、自分の爆弾で、爆弾処理班なんで分かってるんで、ああやめろ、死にたいのか。前後ろ、よし、どこ、ええー、そこだったどこ、爆弾処理班の能力がなくなってきた。まだ仕掛けてないよな。いや、なんでお前後ろ、手か、お前右手か右手でバーストしたか、お前今。どこミッキーキーブレード、キーブレード戦え。その銃かけで戦うのはびっくりするだろ、王様がそんなに戦ってた空も、最近出てきた空も。王様、王様、キングダムハーツに、キングダムハーツの時はもっと、キングダムハーツの時はもっと男らしかったのに。え、死なないのこいつさあ俺がキーブレードの勇者の力見せるプリ。つながる心が俺の力なのに見せるわ。つながる心がこれ、いやそれは強いそれは強いんじゃ。おやすみなさーい。よーし来た全部ゼロ加速し、いくぞみんな、全部ゼロ加速し、集中、トゥン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 、この音楽の中ゼロ加速したら気持ちいいだろうな。関係ないマジで。あーちょっとまあラグい可能性はあるけど、全部ゼロ、やばケモスさんのナイスパレス、ありがとうございます。やっと生配信で優勝できました。いつも気持ちいい眠る動画楽しみ、ありがとうございます。嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいわ。ありがとうございます。こっちも。ぜひ今後ともよろしくお願いします。今からゼロパー速し3回するわ。だから。金で眠ろうとか。あははパー速しでいいか。許してくれ。空下当たったら終わりってことは認知しているようだな。いい立ち回りをしている。ちょっとパーセント管理できなかった。ごめん。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ごめんな。あ、よくお前見えてるな。あいえ、さあこっからゼロパー速進2回、1回やったら勝ちだからね結局。まあクエネだろうな。いい、あ俺が下手なだけだった。集中、あやべ来た、うおマジか、まだだ、俺の得じゃないんだ、取れぬかまだあるね、低い、おやすみなさーい、危なかったな今。さあまだあるな、さあ指導技当たる、集中ごめんな、でも今何無料空所やってんの映画で、みんな今無料空所やってる映画で、俺の知識不足、なんか俺無料空所やってるって聞いたんだけど違う、
ちなみに俺よくわからん、あの一応漫画を結構何巻か読んだんだけど結局無料空所しかわからなかった。あと なんだっけ、呪物を特急呪物を集めて無料空所してるんでしょ、合ってる俺の理解。え先っぽが出たね、おやすみなさーい。俺の中のあのなんだっけ、無料空所、ね、じゃない、ね、呪物回線だ。え呪物回線、呪物回線か、呪え、あなんだっけ、わかんない、もう無料空所でいいじゃん、五料空所。まああのスマブラ界の五条悟とウッドレンドかー、名高い大福先生でございますけども、ちゃんとこれが死ぬパーセントあること知ってます。私は集中、あた違う、取れんのかこれは難しい、これは難しい今のは難しかったミックスジュース集めてんの、え違うでしょ、なんか指集めてるでしょ、ヤクザみたいじゃん。えヤクザの物語なのあれって、指集めてるでしょ確か、俺見たよ指集めてんの、ヤクザの物語じゃない、だって20本ある指のうちの1本、20本ないだろ指、何20本あるんだよ、え20本だよね、違う、え指を食べたところから始まるんでしょ、指を食べるグラトニーじゃん、鋼の錬金術師なの無料空所って、何なの、ごめん分かんなくなってきた、ちょ何言ってる俺の中の坂上忍が、五稜対戦って何、違う呪物対戦なんだっけ、もうやもういいよもういいわ、東海オンエアじゃん相手、やった東海オンエア来ちゃー、それ下それ死ぬ俺もしかして、それ当たったら電気ショッカーって眠れる、いや電気ショッカーって眠れるか電気ショッカーって眠れる、みんな、あー何それ何それ、みんな電気ショッカーって眠れるか知ってる、これめっちゃ飛ぶじゃん、空車で勝てるんじゃる、これも電気ショッカー、おやすみはい無料空所、指やってるからね、あのなんかあのアヤマンジャパンみたいな指やってるからね、うん、逆アヤマンジャパンみたいな、多分伝わってない、おやすみなさい、最後かもしれないだろ、だからチャンネル登録してほしいんだ。